はい、どうもこんにちは、菜々井です。本日も数学の話題を提供していきたいと思います。えー、今日の題材は2022年度、今年の京都大学前期文系の第3問ということで、二、え、次、ー、関数と接線の問題ですね。で、えー、その囲まれる部分の面積、図形の面積を求めようという問題結構割と典型的な問題なので、まあ、これは、えー、と文系の生徒であったとしても、まあ、しっかり勉強している生徒は取れるんではないかなと思います。 えー、取りたい問題です、ねはい、まあ見てる人はね、えー、と理系の人多いと思うんでまあ、えー、と文系だからあちょろいなっていう感じで上から目線でね、えー、見ていただく人いると思うんですけどね、まあ、これ要領よく解くことはできますね理系っぽくね、えー、純線とか使って、まあ、直行性を利用して、まあ、図書いてあるんですけどね、まあ、図がヒントになっちゃってますけれども。 えっと、普通だったら、こう接点を設定して、直交条件を使って、えー。交点求めてっていうふうにやっていくんですけど。まあ、答え、一瞬殺できるんですよ。まあ、理系ならではの答えを、まあ,あ、出していきたいと思います。ええー、それでやっていきたいと思います。エクスイ平面上の二直線 L. ワン L. ツーは直交して。交点のエクサ表は一点五である。まあ、二分の三ですね。二分の三っていうのを書きたくなかったので、えっ、ー、と、幅が広がっちゃうので、一点五って書きました。 また L1L2 はともに曲線 C=、y、これ4分の 1x の2乗に接しているというこれ4分の1っていう0.25って4分の1書くと広がっちゃうので0.25にしましたこの時 L1L2 および C で囲まれる図形の面積を求めようってわけですねでえっ、ー、とまあ放物線で y=4 分の 1x2 乗っていうふうに出てたら まあ、これ、えっと、そうですね。X. の二乗イコール四 Y. ですね。四 Y. で四 P. Y. の形に書いたとすると、P. イコール一ってことになります。つまり、えっと、純線がマイナス一になっていて、焦点が。まあ、ゼロ一という点ですね。まあ、ここに、その焦点があって。で、純線は Y. イコールマイナス一という、えっと、直線になっているってことがわかります。 まあこれが純線,です、ね、で純線の性質として純線上の線から二接線引くと直行するっていう性質があるんですよ。まあ、それホ放物線の一つの性質なんですけれどもね。だから、えー、と x 座標がス2分の3ってなってますけど2分の3マイナス1っていう点がまあその二、えー、直線 L1L2 の、えー、と交点ということになりますね。 L1 ってちょっと小文字でここに書いてありますけど、えっと、大文字で書くべきですね L1L2 こっちが L2 というふうに、えっと、しますで L1 と L2 の交点っていうのはマイナス2分の3マイナス1っていうふうになってますけど x 座標が1.52分の3なので L1、えっと L2 の交点これは順、えー、線上にあるということって えー、x 座標が2分の3なのでこういう点になるってことですねで x イコール2分の3の時の y 座標って、えー、16分の9なんですよだからここの点ですね y イコール4分の 1x の2乗上の点っていうのは、えーまあ、fx イコール4分の 1x の2乗とすると f の2、えー、分の3の値というのは 分分のののかける乗ですよねだから16分の9っていうことです。ということはこの高さに相当するこの長さですね今緑色で S1 の面積を表してるんですけどここの高さの部分がどのぐらいかっていうと引き算してあげればいいんです。この16分の9からマイナス1を引いたものですよね。 のの引き算なのでつまりこれ16分の9足す16分の16で、えー、と16分の25ということになります。ですよね。ってことはこれどういうことかっていうとえっ、ー、とまあ y イコールそうですね、えー、fx からこの l1 の式を引いた式っていうのは えっと四分の一括弧 x マイナスアルファの二乗という形になるわけです。まあこれ L1 ってちょっと正式なあの関数の一時関数の式ではないですけど、まあ L1 の式を引いたものの式は x マイナスアルファの二乗という形になっていて、そのアルファで接していて、アルファで接していて、ここの高さがえー、っと。 16分の25になるところまでの面積ということになるわけです。ここのの値が2分の3になってるわけですよ、ね、いいですか途中のここの点が2分の3まで。で2分の3のところ4 16分の25の値っていうのは4分の1括弧、えー、2分の5の2乗ですよね。ということはこの長さが2分の5だってことを意味してるんですよ。 ここの長さが2分の5だっていうことを意味してるんですつまりえっと二分の0から2分の5までの定積分と同一視できるってことなんですねいいですか結局その本当はえっと α から2分の3までの、えー、fx-l1 の式を dx するわけですよねこれ積分するわけですけど アルファから2分の3までの4分の1の x マイナス α の2乗の積分は結局のところ変数変換すれば0から2分の3までの4分の1の x の2乗と同等ですよってことですだから4分の1の、えー、と x の2乗を積分してでその値を計算してそれを2倍すればいいってことですねだから、えー、と4分の1外に出して これ3分の x3 乗でしょで0から2分の3までで代入して4分の1かける3分の1かける2分の3のえー、ごめんなさい2分の5ですねここ2分の 5, 5ですね。3乗ということになるので。 えーとこの長さがねこの長さがここの長さが2分の5なので2分の5なので2分の5がここに来るっていうわけです。いいですかでそれを2倍したものつまりこの s1 と s2 っていうのは等しいんですよここ同じなんですね。まあ、こんなのも、えー、と2次関数のところの、えー、積分のことを考えれば明らかなんですけどね。 こっちから接しているのと高さが同じになるんだったらここの長さは同じになるに決まっているのでこことここは同じ長さになるわけですよだからベータのところは当然2分の3を中点に持ってアルファとベータの中点が2分の3になって面積は、えー、上から下を引いた関数で考えるとえっ、ー、と緑とその赤のところの部分の面積っていうのは完全一致するわけですここっち側とこっちち側側とはもう、えー な図形になっちゃうわけですね積分するとね積分をして下引き算の形で、えー、と見ると全く同じ図形になるってわけですだから S1 と S2 は等しいってことが分かり、えー、に結局2倍すればいいってことですねというわけで求める面積 S というのはえっ、ー、と12分の1かけるこれですねこの12分の1かけるえっ、ー、と 2分の5の3乗かける2ということですね2倍ということでつまり12分の1る、えー、8分の1 2 5る2ということなので、えー、48分の225とこれが答えということになりますなんかえっ、ー、とちょっと記述だとねまずいかなと思いますね正直 えー、あまりにもちょっと地面にしてるところがあるので、まあ、理系の生徒として、まあ、あの知識があるというのを、えー、と見せたとしてもなんか減点されそうな気がするので順線、まあ、に乗っかってると直行してるなんていう状況をねちゃんと証明すべき内容なので、まあ、確認するのにはいいですけどねこれが順線上に乗っかってきてくれるてる点 こ,この点を求めた時にあマイナス1で純線上に乗っかってるなっていうのが、えー、と確認できればいいしね、えー、実際にその接線を求めて積分した時の、えー、面積の値がまあえー、っとこの図形と同じ形になるってことが分かればそれで OK だと思います。まあ、というわけでね、あのー このの高さの部分だだけ分かっっててしまえば結局面積は出るんだっていうことですね。ここの高さがポイントだっていうことです。ここはね。はい。というわけで、えっと、2022年度の京都大学前期文系の第3問ですね。まあ、文系はその分離共通の問題とかもやっていきたいと思ってますんで、えー、どうぞ参考にしてください。はい。本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。